I gotta tell you something I could do. I could be running or I'm chasing you, but I won't. Cause I got better, better things to do. Rather spend my precious time. はいさーい。今日はですね、なんと私たち夫婦が大好きなハーゲンダッツの新作を紹介させていただけることになりました。嬉しい。まあ、ちょっと今日頑張ったなっていう日とか、自分へのご褒美みたいな感じでね、買ったりとか、あとやっぱ季節ごとにいろんなフレーバーが出るから、それもね、見かけるとつい買って試したくなっちゃうし、本当によく食べててめちゃくちゃ大好きなのよ。実はね、大輔さんはこの企画のこと全然知らないんだけど、今回紹介するのはハーゲンダッツから出ているクリスピーサンドという種類のアイスクリームで、このクリスピーサンドっていうのが片手で食べれるから、映画を見ながらのね、映画のお供にぴったりということで、今回はですね、私たちが夫婦で作っているこのキャンピングカーの中を綺麗に飾り付けして、スクリーンとあとプロジェクターもね、車用にちゃんと買ったので、これを設置して本当にちっちゃな映画館を作って、大輔さんをご招待しようと思います。なかなかね、最近ちょっと忙しくって2人でゆっくり映画館に行くっていうこともね、できないので、今回はね、この車の中で映画館気分を2人で味わいたいと思います。ちなみに今日食べるのはこちら、11月3日に発売のクリスピーサンドクワトロフォルマッジ4種のチーズと蜂蜜です。これ私ね、大輔さんにバレないように先にこっそり味見したんだけど、めちゃくちゃ美味しかった。もう大好きこれ。しかもね、大輔さんね、実はこのチーズに蜂蜜かけるのめちゃくちゃ好きで、よくね、そういうおつまみ作ってお酒飲む時にね、食べてたりしてるのよ。だからね、絶対これ好きだと思うの。それでは大輔さんに喜んでもらうために、それからアイスをね、美味しく食べるために映画館作っていきたいと思います。頑張るぞー。今回ね、中の装飾のためにこの300円ショップとか100均とかでいろいろ装飾用のものを買ってきました。で、あとスクリーンがこれ、これね、40インチのサイズ。それからね、今回使うプロジェクターがすごいのよ。これすごくない？これめちゃくちゃちっちゃいでしょう。こんなちっちゃいのにね、本当にちゃんと映るのよ。よし、それじゃあね、早速やっていきます。で、車の後ろ側を頭にしたいから、プロジェクターをこの棚のところに置きたくって、で、そうなるとスクリーンをこのね、換気扇のあたりに設置したいなと思います。買った。おー、すごい、いい感じ。見て、できた。すごない？これ。これが実際に寝そべってみた時の感じ。最高じゃん。何これ。じゃあ最後の仕上げにね、これ前に動画でも紹介したこのプラネタリウムをつけて完成です。Anywhere you want it.
もしかして私これものすごくものすごい素晴らしい空間を作っちゃったんじゃないかな。いやもう大満足。これ絶対大輔さん喜ぶし、めちゃくちゃアイス美味しく食べれそう。あ、もしもーし。はーい。あ、あのさ、今からちょっとキャンピングカー来てもらっていい？おー、いいよ。うん。キャンピングカー。今から。はい。いらっしゃい。どういうこと？今日は映画館です、この中。マジで言ってる？大輔さんをね、キャンピングカー映画館にご招待です。これスクリーン？そう、こっち側おいで、こっち側。何よ、うわすごいでしょ。これ？そう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 、これ。これプロジェクターちっちゃくない？すごい。なんか買い物行くって言って戻ってこないと思ったら、こんなことしてたんだ。こんなことしてました。すっごい。これ何？何のサプライズ？怖いんだけど、ドッキリ。今日はなんとハーゲンダッツさんからの、ご依頼で商品を紹介させていただくことになりまして。マジで？なんとそんなことある？そんなことあったんですよ。大輔さんは今から美味しい新作のアイス食べながら映画見て終わり。それだけ？うん。天国。この辺もすごい綺麗にしたでしょ？こんなんなかったじゃん今まで。何これ。可愛いでしょ？すごいすごい。ということでよ、あのうちの車さ、冷蔵庫あるじゃん、そこにね例のアイスクリーム冷やしてありますので。はい、これがうちのね車の冷蔵庫です。開けていい？どうぞ。オープン。ところ狭し。すごいね。ひゃー、これさ、ハーゲンダッツさ俺のために作ってくれたっていうオチまである？もしかして、ね、でしょう。そのオチまである？絶対好きだと思った。こんなもう俺じゃん、俺。え、そういうこと？本当に。いや、違う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 。さすがにそれないから。本当にそういう新作です。いや、でも最高だわ。ねえねえ、今日は映画何見るの？今日はね、ララランド見ます。あ、前から見ようって話してたやつじゃない？それ。そう、なかなか見れなかったじゃん、最近忙しくて。見れなかったね。ちょっと今日はそれを見ようかなって。あー、もうなんていい嫁なの、ありがとうね。よかった、喜んでもらって。さあ大輔さん、楽しんでいただけましたでしょうか？楽しかった。このクワトロフォルマッジのアイスはどうだった？美味しかったよ。なんかね、あの甘さの中にコクがあって、その奥にまたこう後追いで蜂蜜のうまさが追いかけてくるみたいな、そういうことだよね。めちゃくちゃうまいな、食レポが。でしょ？そんな感じ。ほんと私さ、語彙力なくてさ、美味しい、最高。ひでえ食レポだな、おい。好き。好き。でもそうだ、俺も大好きこれね。ということでね、みんなもね、よかったらお家とか、もしキャンピングカー持ってる人だったら、キャンピングカーの中にこうやって映画館作って、映画のお供にクリスピーサンドぜひぜひ楽しんでみてください。はい、こちら11月3日に発売なので、ぜひお店とかねチェックしてみてください。ということで今日の動画は以上です。はい、バイバーイ。
いやーこれ俺得の動画だったね今回はマジで。よかった喜んでもらえて。最高だよ本当ありがとうね。いやーもう頑張った甲斐があった。いい夢だ本当に。